東レンネルはソロモン諸島のレンネル島の一部でユネスコの世界遺産リストに登録された。レンネル島はソロモン諸島の中でも一番南に位置する島で世界で最も大きな珊瑚島である。ユネスコではその東部の37平方キロメートルもの陸上及び島から3海里を保護の対象としている。レンネル島にある手賀の湖は島の面積の約2割を占める 南太平洋最大の湖で、その所有権は政府ではなく周辺住民のものであるとされている。またこの地域は年間4000ミ、mm、リメートル以上の降水量があるため、ほとんど濃霧に覆われている熱帯地域。レンネルオコウモリやウミヘビ、マイマイなど得意な動物が数多く生息している。また食草も固有のンやタコの木が自生している。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。2013年に森林伐採などを理由として危機にさらされている世界遺産リストに登録された。なお、世界遺産登録にあたっては保護法制の不備が指摘されていたが、当時のユネスコ事務局長松浦光一郎は伝統的な枠組みで十分として取りなして登録に至ったという経緯があった。 ありがとうございます。